スワードがわからなくて何もできない。健康食品食べてみたが効果が出ない。そんなことがあなたもないですか。それはすべて奴らの仕業。逃げ出したり追いかけたりサプライザー、泣き出したり吹き出したりサプライザー。地球の平和守る夢は見たけど本当はしんどいサプライザー。超絶戦士サプライザーは改造人間である。彼を改造したゲドウ日本支部は世界制覇を企む悪の秘密結社である。超絶戦士サプライザーは人間の自由のためにゲドウ日本支部と戦うのだ。しかしこのクッピーラムネっていうのはうまいよな。これはもしやクッピーラムネという読み方果たして正しいのか。これはワッピーラムネかもしれないな。いや待て、不意をついてフッピーラムネという可能性もある。こんな紛らわしい名前をつけるとは。これももしやゲドウの仕業かもしれないな。この町のどこかにゲドウがいるのか。いかにもそうだぞこの町は。お、ハヤトじゃないか。はい、もしもし。おお、ハヤトか。久しぶりだな。元気にしてたか。あ、昼飯？あ、いいぞ。どこで？1時間後に原宿？あ、分かった。よし、じゃあ久しぶりに飯行こう。あ、じゃあ後でな。はい。久しぶりだな。おう、たけし、来てくれてありがとう。あ、最近何やってんだよ。俺は下道企画ってとこで働いてるよ。下道企画？あ、知らないな。貴重な商品を買い占めて転売する会社なんだ。ところで隼人、ちょっと顔変わったかお前。そうかい、いつもと変わらないよ。ねえ、いやいやいや、隼人は関西弁だったやつだ。お前、さては下道だな。なんでわかった、サプライザー。いや、だからそれはお前が関西弁じゃないからだって。二度も言わせんだよ。バレちゃしょうがねえ。今日こそ貴様の命を止めてやるぜ。たけしは笑いの尺が長すぎると思っていた。よし、サプライザースティックを使って変身だ。え、そうだ、先日 VSE が引退したことによってもうこのサプライザースティックによる変身はできない。よし、お前ごとき素手で十分だ。たけしの友人になりすますというゲドウの恐ろしい作戦はこうして幕を閉じた。たけしの活躍のおかげで
平和が守られたのだ。はあ、しかしよく考えてみたら、俺もなんであいつの顔を隼人と思ったのか、今となってみれば謎だ。世の中何があるか分かんないな。こうやって天気のいい平和な世の中も、いつ何時外道に侵されるか分かんないわけだ。しかしそんなけど、思ったより弱い相手だったな。山陽電車山陽百貨店がお送りする明日のお天気です。